ってきます。クランキーが貨車に荷物を積んでいくよ。よしクランキー、僕にも頼むよ。あれでドクターイエロー、今日は僕も荷物を積んで走るぞ。よしわかった、それじゃあドクターイエローにはこの黄色のスライムを積んでいくぞ。お次にやってきたのは500系新幹線だ。僕たちだって機関車には負けないぞ。よしそれじゃあ500系新幹線には青色の砂利を運んでもらおう。わあどんどん貨車が重たくなってきたぞ。行ってきます。223系電車もやってきたよ。荷物を乗せて走るぞ。わあどんどん新幹線や電車がやってきた。よし今度は E201 系中央特快だ。とってもかっこいいぞ。よしそれじゃあ同じ色のオレンジ色の砂利を入れていくよ。出発進行。クランキー僕も頼むよ。サンライズエクスプレスだ。サンライズエクスプレスの青色の貨車にはこのふにゃふにゃのスライムを入れていくぞ。ビューン。サンライズエクスプレス落とさないように気をつけてね。いやっん君の名は。私の名前はキハ71系リュフリンの森です。わお、とっても渋い緑色の色をしているぞ。それじゃあこのつぶつぶ粘土を運んでもらおうかな。お任せください。よしそれじゃあ進んでいくぞ。リュフリンの森も気をつけてね。今度の列車は何かわかるかな。僕はハヤブサ富士牽引車ブルートレインだ。とってもパワーがありそうだぞ。よしそれじゃあブルートレインにはこのつぶつぶオレンジ粘土を。いっさー、いたずら貨車も頑張れ。よし行くぞ。僕だって機関車には負けないよ。小町がやってきたよ。今日は大忙しだ。ビヨーンビヨーン。小町には赤い色のつぶつぶ粘土。よし準備完了だ。小町レッツゴー。小町の次にやってきたのは N700 系新幹線だ。とっても速そうだぞ。よし N700 系新幹線には緑色の砂利を積んでいくぞ。とっても重たいけど N700 系新幹線も頑張れ。よしクランキー僕にも頼むよ。この列車みんな何か分かったかな。僕は E231 系山手線だよ。よし山手線にはコンペイトを運んでもらうよ。わお行ってきます。今日はとっても忙しいな。いやっほー。500系新幹線や N700 系がトンネルをくぐるよ。ドクターイエロー湯布院の森。あれでなんだここは。やっほー。あれでブルートレイン、ここは行っちゃいけないところだよ。みんなも後ろからやってきた。貨車を運ぶのもとっても楽しいな。わーブルートレイン、いやっほー。今度はツバメが落ちちゃった。ブルートレインもツバメも水の中に真っ逆さまだ。イエーイ。後ろからもどんどんやってきた。わーなんだこりゃ。500系新幹線、なんだこりゃ。一体どうなってるんだ。もう止まれないよ。サンライズエクスプレス、いやっほー。うわー、どんどんドクターイエロー、どん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 他の列車や新幹線も落ちていっちゃうぞ。わーなんてことだ。山手線に小町 N700 系もみんな水の中に落ちちゃったぞ。キャー。よーし今日はプチ電車シリーズで遊ぶぞ。みんなはどんな電車が好きかな。いろんな電車が出るから最後まで見てね。よーしそれじゃあ今日は砂のパズルをやっていくぞ。まずは緑色の電車湯布院の森から。どこかな。よく見ると窓の数も電車によって違うんだね。あここだ、やったー。よーし今度はこの白い新幹線だ。どこかなどこかな。こっちかな。ちょっと違うな。あわかったぞ、ここだ、やったー。よーしどんどん行くぞ。次はこのオレンジ色の中央特快だ。中央特快は四角いからちょっとわかりやすいぞ。どこだどこだ。あここだ。
よし、今度は黄色の新幹線、ドクターイエローだ。かっこいいぞ。ドクターイエローはどこだろう。あ、この右下、ドクターイエローと形がぴったりだ。よし、大正解だ。お次はキハ283系、スーパー青空だ。よく見ると前の方に青空って書いてあるよ。スーパー青空はどこかな。難しいな。あ、ここかな。よいしょっと。あ、やっぱりぴったりだ。スーパー青空もとってもかっこいいぞ。よし、どんどんやっていくぞ。お次は681系、サンダーバードだ。残りは2つだから簡単だぞ。サンダーバードはここだ。ヤッホー。最後は N400系新幹線だ。よいしょっと。やった、これで完成だ。よし、今度は違う新幹線や電車を使ったパズルだぞ。お次は223系電車だ。四角い形を探していくよ。どこかな。あ、ここかな。よし、ぴったりだ。よし、次は新幹線800系ツバメだ。とっても速そうだ。ツバメはどこかな。みんなわかるかな。ここでもないし、ここでもないな。あ、ここかな。よし、今度は新幹線の小町だ。小町もとっても速そうだな。かっこいいぞ。小町はどこだろう。ここでもないし、ここでもない。あ、ここだ。よし、今度はサンライズエクスプレスだ。サンライズエクスプレスもちょっと珍しい形をしてるぞ。よし、バッチリだ。お次はこの電車は、みんな何か分かったかな。これはソニック883系だよ。青色でかっこいいぞ。よし、残りは2つだ。今度の黒色の電車は787系リレーツバメだよ。黒色の電車なんてちょっと珍しいよね。よし、バッチリだ。最後の電車はブルートレイン、はやぶさ、富士、牽引車。よし、これで完成だ。いやっほー。みんな、今日も見てくれてありがとう。みんなは新幹線と電車どっちが好きかな。コメント欄で教えてね。それじゃあバイバイ。